久しぶりです。久しぶりです。はい、はい、ももはさんにご登場いただきました。前回以降で体調ですとか、はい、はい、なんか気になっていることなどございますか？前撮影した時よりもかなりちょっと、はい、太って、あ、ツイッターで見たんですけど、はい、寒くないからデブ最高って書いてましたね。そう、寒くなくなってなんかずっとノースリーブなんですよ。おー、それはすごいいいことですね。なんかアメリカ人になりました。あんなに冷え性だったのに。おー、変わったんですね、体質。ちょっと真冬でもいけそうですね。素晴らしいですね。仕事的にも OK ですね、その方がね。あ、そうですね。肌出す方がね、多いですもんね。出ぶっちゃってから、なんか、ちょっとスリミングをしましょうか、じゃあ。はい、お願いします。はい、特にどこですか？お腹。お腹周りで。はい、じゃあ、ポカポカスリミングというお腹コースをやらせていただきましょう。はい、他にもありますか？なんかこの間、はい、頭がガンガンして、はい、イブ2回になりました。あら、なんか偏頭痛が時々します、はいはい、よ、今日もちょっと痛いですか？今日は大丈夫です。今日は大丈夫、はい、でも割と頭痛起こりやすいんでしたっけ？1週間に2回とか。あ、多いですね。多いです。あらららら、で結構仕事とかも大変じゃないですか？うん、なんかイブがイブが手放せない。イブはでも飲んでると結構すぐ効くし、はい、うん、あの増やしちゃうみたいなこともない。そうですね。うーん、あ、それはじゃあ良かったというか、うん、まあまあでも本当はね、頭痛薬なしで行きたい、行きたいですもんね。胃腸が弱いからあんま薬は飲みたくない。そうですよね。頭痛薬ってやっぱり胃に悪いってなりますもんね、うん、ビリ痛くなっちゃったりしますか？昨日病院行って点滴また打ちに行って、そうだったんですか？あららら、はい、なんかじゃあ、はい、結構アメリカンな感じでも、そうそう、体力があるわけではないというか、でデブだけどなんか貧弱みたいな。なるほど。じゃあちょっとやっぱり相変わらず胃も痛くなったりするし、しますね。うんうんうん。なるほど。もしかしてですけど、結構たくさん食べちゃうことないですか？夜中に食べちゃう。夜中にたくさん食べてます。なるほど。ちょっとね、あの頭痛と胃痛全然違うようで、はい、肩こりがどちらも関係するっていう、そうなんですよ。あの、いつも？うん、あの肩が凝ってる人がたくさん食べちゃうと、うん、胃が下がるんで、肩首の血流が悪くなって頭痛が起こると、こう中から引っ張る感じ、こう繋がってるじゃないですか。重くなると、重いブレスレット、重いネックレスをつけてるみたいな。あ、そうなんですよ。だからそうなんですよ。でやっぱ筋肉があんまりないじゃないですか、はいはい、下がっちゃうんですよ。ここがしっかりしてると食べてもこう抑えている感じなんですけど、うん、ない人が食べちゃうとズドドドーンってこう全部下に来るじゃないですか、お腹ポコってなる人って、なんてますね、胃下垂なので、はい、そうなんですよ。胃がこう何の抵抗もなく食べたら食べた分下がるっていう風になるので、その分下がってるってことはこっちも引っ張られてるというか、そうなんですよ。血行悪くなったりとか、気分が悪くなっちゃったりとか、頭痛くなっちゃったりとか、っていうつながりがあるので、はい、ただ今日でもお腹をやることによって、はい、頭にもいいというか、そうなんですね。はい、じゃあちょっと頭痛向けの、はい、ね、何かこう整体だったりトリートメントだったりもちょっと今日は、はい、取り入れてやらせていただきましょう。はい、はい、まだ取ってなかった、あの今までにちゃんとこう施術室で腕つぼコースでちゃんと長く取ったことがなかったと思うので、はい、特に女性だと初だと思うので、今日腕つぼもやらせていただきたいなと思っております。つぼって聞くと、つぼは結構痛いやつ多いですけどね、はい、もはさリアクションがいつも面白いということで人気なので、はい、そこも今日可愛らしいですね。ちょっと髪上げてきます。あ、かわいい、おしゃれさんで、はい、はい、であと反応といえば足のリフレもね、あ、はい、評判がとても良かったので
またお願いします。はい、はい、そんな感じで今日はやっていこうと思います。はい、はい、じゃよろしくお願いします。お願いします。